生存者の捜索を行う災害救助犬災害現場で待機中の災害救助犬車両とスタッフと災害救助犬救助犬を描いたエドウィンランドシーア作アルパインマスティフスリアナメイティングエーディストレストトラベラーアルパインマスティフの首にブランデーが入った樽が巻かれているが遭難者の皮膚の血管が拡張され放熱が促され低体温症になって凍死するので 決して救助犬がつけることはなかった。この損を持った犬の誤解は、エドウィン・ランドシーアの絵から始まった。災害救助犬とは、地震や土砂崩れ等の災害で、倒壊家屋や土砂等に渦漏れ、助けを必要とする人を、主にその嗅覚によって、迅速に発見し、その救助を助けるように訓練された犬。ヨーロッパでは、古くから牧羊犬を使っていたという歴史があり、 早くから災害救助犬の育成を行っている。スイスは山岳救助に犬を使っていたことから災害救助犬の始まった国であるとも言われており、陸軍が育成を担当している。40名以上の遭難者を救出したセントバーナード犬のバリー号が有名である。犬種はジャーマンシェパードやラブラドールレトリバーなどが多いが、犬種は限定されず、どのような犬でも 災害救助犬になれる。一般には中型犬以上が望ましいとされる。小型犬は大型犬では入り込めないような隙間に入り込んで捜索することが可能である。災害救助犬は花の使い方が警察犬とは異なる。災害救助犬はその名の通り災害における被災者、山林などでの行方不明者を捜索することを想定して訓練されているが、 事件直後に周辺に隠れている犯人ならば、腹臭がなくとも突き止めることは可能である。非生存者を捜索する場合は、体液を中心とした不敗臭に反応すると考えられている。ただし、現在のところ、生存者、非生存者のどちらの捜索における嗅覚反応も、科学的な分析は十分とは言えない。一頭の連続した捜索可能時間は、 20から30分程度である。実際には2、3頭の災害救助犬が交互に捜索と休憩をして数時間の捜索ができる。日本では救助犬に心電計測機能などを持たせたスーツを着せて遠方から犬の状態をモニターしハンドラーが休憩のタイミングなどを判断できるサイバー救助犬技術が共同開発されている。日本では 1990年より、社団法人ジャパンケネルクラブが事業計画を開始し、NPO 法人全国災害救助犬協会が1991年救助犬育成を目的とする日本初の救助犬協会となった。日本には現在災害救助犬組織、グループが41団体存在する2007年9月全国災害救助犬協会で、 中心的な会員が新たに設立した NPO 法人災害救助券ネットワークは2009年度には全国組織として23都府県、会員100名、災害救助券の認定は50頭を超えている。また、ほとんどが都道府県レベルで独自に活動している協会が多く、最近は都道府県の警察食卓県に捜索救助、災害救助という部門で、 災害救助犬を活用する都道府県警察も増えてきており、行方不明者の捜索に出動することも多い。ただし、各団体の救助犬に関する理解や認定基準には大きなばらつきがあり、犬に関する事象全体が欧米に比べ未だに更新的であるという日本の現状から現場で活動できるレベルに達していない犬まで認定されているケースが少なくないという関係者も、 多い。災害現場で迅速かつ確実に対応するためにも、国際救助犬連盟やフシといった国際標準と同等レベルの国内統一基準の策定を求める声が上がっており、すでに一部では話し合いや研究会が始まっている。しかし、IPO、フシは競技志向が強く決められたエリア、規定に従って訓練、 審査されており、初めての現場、必ず要救助者がいるとは限らない環境での作業はしておらず、実動視点から見れば疑問があり、競技志向のスポーツドッグと人命救助のための救助犬は区別する必要がある。1995年の阪神大震災に際しては、国外からも災害救助犬を受け入れたが、入国手続きの不備で、 スイス隊の現地到着が遅れたということがあった。これは受け入れ体制が整わなかったことによる問題であったが、検疫にも問題があったとの批判もあり、2011年の東日本大震災では弾力的な検疫措置を行ったが連絡、通訳、移動、宿舎、物資など解決されていない課題が残る。なお、警視庁警備部警備2課には、 警察の捜索活動を行う警察犬だけではなく、爆発物探知や犯人制圧や災害救助犬のように被災者の捜索救難など、複数の任務を行うことが可能な警備犬がいるが、絶対数が足りず救助の仕組みとして、民間ボランティアを使っていく時期に来ているのだろう。色加盟の犬の教育社会化推進機構や、救助犬訓練士協会によって、色基準による、 国内試験が行われている。色世界大会では地震のような家屋倒壊現場のほか山林、海や湖などの水辺というように環境ごとに部門が設置されている。大会という名称から競技会と捉えられることもあるが、瓦礫捜索において世界最高レベルと言われるスイス陸軍の救助犬チームが参加していることからも、 現場での活動をその究極の目的とした各国の実動チーム同士の訓練レベルの向上を目指した技術交流の場であるという側面の強いことが伺える。ありがとうございます。